イエレミアス・ゴッドヘルフイエレミアス・ゴッドヘルフは19世紀に活躍したスイスの小説家で牧師。本名はアルベルト・ビツユース。アルベルト・ビツユースは牧師・ジグムント・ビツユースとその3人目の妻エリザベート・ビツユース・コーラーの息子として1797年10月4日スイス・フライブルク州のムルテンに生まれた。1805年父が 農村のウゼンストルーフに移った。アルベルトはここでエメンタールの農民の世界を知ることになる。アルベルトは父から教育を受け、1812年からベルンのギムナジウムリトラシュルに通ったが、14年に外部長校生としてプロテスタント神学の大学に移った。1817年から彼はベルン大学の正規課程で神学研究を はじめ、1820年に終了した。1819年には、学生組織スイスソフィンゲン協会の創設者メンバーに加わっていた。ウゼンストルフの父の下で副牧師を務めた後、1821年に、ゲッティンゲンでさらに1年間進学研究を続けた。その後研究のために、流言島、ベルリン、バイマル、ライプツヒ、ドレスデン、ミュンヘンへと旅行し、 1822年にウゼンストルーフに戻った。1824年に父が亡くなり、ビツウスはヘルツォンゲンブーフ税の牧師代理となった。1829年に牧師助手としてベルンの精霊教会に赴任し、31年に副牧師としてエメンタールのリュッツェルフリュー教区に移り、1年後そこで牧師に選ばれた。彼はすぐに全住民の修学義務の徹底に、 尽力した。教育方針としては彼は、ペスタロッチの伝統に連なり、ベルンの彼の同教人、フィリップ・エマヌエル・フォン・フェレンベルクとは距離を置いていた。彼は、貧しい家庭の子供を安価な労働力として搾取することに反対していたのである。また彼は、アルコール依存症の対策を要請していた。1833年に彼は、ビニゲンの教会で、 ベルンの進学教授の娘であるヘンリエッテ・ツェンダーと結婚し、そして三人の子供を儲け、ヘンリエッテ・アルベルト・ツェツイリエと名付ける。息子は後に父と同じく牧師になり、ベルン州の社会改革のために果たした父の努力を様々な分野で継続した。八百三十五年ビツユスは、リュッツェルフリュー、リューグサウ、ハスレ、オーバーブルク地区の十八の学校の視察官に、 選ばれた。しかし、10年後、政府と政治的立場が異なったため、その職務を解かれた。同じく1835年、トラクセルバルト城にあるトラクセルバルト貧民教育施設の設立に重要な役割を果たし、彼はそれに死ぬまで尽力した。貧困という書物は彼がそこでした経験が元になっている。彼は次第に政治に関わるようになり、 ベルンの支配者一族を批判した。彼の見解によれば、彼らは社会的弱者のことをほとんど考えていなかったためで、ある。1836年に、ゴッドヘルフは作家活動を始めた。彼の最初の小説は、農民の勘である。この作品の主人公の名前がビツユスのペンネーム、イエレミアス・ゴッドヘルフとなった。それを皮切りに、彼は作家として、 精力的に活動し、長編、短編小説を書き続け、それらは同時代のテーマを扱ったものもあれば、歴史的事件に取材したものもある。他に彼は論文も出版した。1851年、水死を伴う首と心臓の痛み生じ。1853年、グリニゲル温泉の療養所で過ごしたが、咳と不眠が治らなかった。 1854年10月22日、彼は脳梗塞のため亡くなった。彼の小説は部分的に恐ろしく、リアルに19世紀の農民の生活を映し出している。言葉づくのでありながらも力強く重量感のある言葉を用いることで、彼は人々とその風景を描写することができたのである。当時の他のどんな作家よりも、ゴッドヘルフは作品の中で、 キリスト教及びヒューマニズムの精神を扱うことに長けていた。彼の作品で結出しているのは枠物語構造を持つ黒い雲である。彼はこの作品で古い伝承をキリスト教的ヒューマニズムの善悪の観念についての比喩的な物語へと作り変えた。物語の枠組みの部分はのどかな田園であるが複雑な社会的不安も浸透している状況であり、そして そこにはめ込まれる形で悪魔との取引の物語が語られる。物語の土台となっているのは性的なものに敵対する星キリスト教的モチーフである。しかし複雑な物語構成を通してこの物語が教えてくれているのはいかに資料あるキリスト教徒は過去の現象を生きたまま保持しなければならないかである。この物語の象徴となる黒い雲はキリスト教の意味に限らず 善と悪に関する道徳の普遍的問題としても理解可能である。また、この物語で、ゴッドヘルフはダイナミックな村の社会を緻密に描き出している。例えば、互いに罪をなすりつけ合うことや、集団的な責任はすぐさま忘れ去られてしまうことや、あるいは、軽率な村の住人たちによって、スケープゴートにされてしまう、よそ者の運命といった具合である。このテーマのため、 この作品は今なおもアクチュアリティを持って読まれている。はじめはあまり注目されなかったが、この物語は多くの文学批評家からドイツのビーダーマイヤーの傑作とみなされている。トーマスマンはファウスト博士の成立の中でゴッドヘルフがしばしばホメーロス的なものに通じると書き、黒い雲をほとんど類を見ない世界文学のように称えている。また、 バルター・ムシクは1954年にゴッド・ヘルフについて疑いなくこの部外者は作家として最も偉大であるだけではなくドイツ文学の唯一のディケンズやバルザックやドストエフスキーと被験し得る唯一の第一級の物語作者であると述べそしてさらにこう付け加えているそれにもかかわらず多くの著名な専門家たちには彼は知られていない彼の名を挙げても せいぜい専門家たちから微笑まれるのが関の山で、彼がいつか世界文学に名を連ねるということはありえないようだ。それは彼の素やな言葉がスイス人にしか評価できないという理由のためだけではない。ゴッドヘルフの作品のいくつかは映画化されている。スイスでは、ゲナン、ウーリとその続編、古作人ウーリがヒットした。監督は、エメンタール出身の演出家。 フランスシュナイダーで主演は後に大変有名になった俳優ハネス・シュミト・ハウザーとリゼロッテ・プルバーである。ゴッドヘルフの遺構はベルンの市民図書館にある。バーゼルには彼を功績を称えて命名されたゴッドヘルフという区画がある。1932年にヨーゼフ・マティアス・ハウアーが黒い雲をオペラ化した。ありがとうございます。